うどんってダメなんですかね。あ、うどん今ちょっと壊れてて中で出してもらうんですが、あ、値段またちゃうんですよね。一緒ですか。あ、じゃあうどんお願いします。ごめんなさい。はい、いやいや、ありがとうございました。あ、お肉と天ぷらですか。キツネと天ぷら。キツネで。はい、わかりました。調子が悪くてね。はい。治ってもらってるんだけど、なかなかあの部品もないからどうしてもね。なるほど。ぐらいまでにはまたちょっと違う人にお願いしたから多分直してもらえるから、あー、なるほどね、そうしたらここから出てくるんやけど、ちょっと今ね、あー、ちょっと調子が悪いですね。ここのお店も結構やられて長いんですか。うん、ここはもう長いんですよ。ここはもう30年ぐらい。30年、その時ここ始めた時にそこの自販機とまあ中がうどんしてるから、あ、じゃああの自販機も30年ぐらいっていう。そうです、そうです、すごいですね、稼働が。そう、でもあの機械も3代目かな。あ、3代目なんですか。まあでも最初は新しかったけども、製造してないから中古をメンテナンスしたんを入れて、それで今3つ目入れてるけど、もうそこの機械屋さんも辞められたから、ね、あ、だからその直す言っても部品がなくて、ね、あれですね、作らないとダメですね。そうそうそう、ね、だからね、今まではね、機械屋さんが来てそこの業者の方が来てしてくれてはったんやけど、だ大変ですね、メンテナンスも。ここから出てきたらよかったんやごめんなさい。いえいえ、大丈夫ですよ、全然構わないです。あ、でもこのお汁はね、実はこれは中のお汁で、外の自販機のお汁とは違うんですよ。ああ、そうなんですか。うん、まあ、中のは本格的に出汁を取ってるお汁で。なんか麺は一緒なんですね。麺は一緒なんですね。手打ちの。そうそう、中で出してるおうどんを入れてるから、ね。はい、ありがとうございます。なんですけど、はい、どうぞ。あ、お金。あ、はいはい、300円ね。はい、お願いします。流行りでね、来てくださるから。あ、やっぱ多いんですか。多いですよ、もう中より外の方が。だから治ってもらうと困るんですよ。そうですよね、確かに。いただきます。そうですね、確かに麺が太くていいですね。いいですね。うん、おいしいですよ。そう、やる気してる人が結構。そうですね、あの倉敷にもあるんですよ。ああ、そうそう、倉敷にもあるんです。また味もまだ違うんですよね、全然。うちはもう中の手打ちうどんを入れてるっていうのと、ここ朝何時ぐらいからやられてるんですか。朝は8時から。あ、8時、早いですね。それこそあの手打ちやからうどんこねたり、だしを取ったり、仕込みがあるから。ああ、そうか。だから朝8時からは来て、毎日してて。ああ。うん、なるほど。ね、そうですよね、大変ですよね。うん。あ、もう ずっともう長いですよ、この地域は。そう、まあ私はお嫁に来たからね。大阪から来た。あ、そうなんですか。大阪から来たんですか。うん、でももうここ休あのお休みがないから365日。あ、そうですね、うん。もうやっぱそのドライブインというかね、そういう道の駅的な。で、ね、歩くっていうことがね。歩いてもっとね、じゃその見てたら。そうですね。ね。のことで精一杯でなかなかできない。ああ。でもわざわざ大阪からって珍しいですね。逆はよく聞くんですけど。まあ、でも、まあ、仕方がないから。
うん、だからたまたまうちがうどん屋やって。ああ、なるほどね。大阪っすか。大阪も結構毎週行ったりするんですよ。あ、そうなん。結構朝方とかはうどん食べますね。あの、つるとんたんとか。あ、ほんとに、知らんの。うどん屋やで。大阪行ったら違うもんだから。また、そうして。うどん食べて研究せなあかんのにな。そうですね。うどん食べねえからあかんな。大体の飲んだ後は、やっぱ、そういう、そうなん、そうなん、だからやっぱそっちに、本当はお好み焼きとかたこ焼きなんですけどねえ、そうですね、なんか雪降ってましたね、かなり。なんかまた明日から寒くなるんですね。ねえ、今年のですね。あ、どうす、はい、先生、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。今度までには直しとくわね。はい、ありがとうございます。なるまで、はい、また来ます。近いうちに、はい、です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。